こちらのお車はですね、AMG C63 セダンエクスクルーシブパッケージのお車でございます。年式は2015年式、走行距離はですね、わずか800キロしか乗っていないお車でして、状態面は非常に良好でございます。そしてですね、エクスクルーシブパッケージ、こちらパッケージオプション装備と、サンルーフがついておりますので、もうほぼですね、フル装備の、かなりですね、価値の高いお車になりますので、ご紹介をさせていただきます。まず外装色はですね、ポーラホワイト、そして内装は、ブラックレザーの組み合わせで、まあ、王道の、カラーですね、なっておりまして、なんと言いましてもこのエクスクルーシブパッケージのパッケージオプションなんですけども、こちら35万円するオプションでございまして、まずはですね、ヘッドアップディスプレイですとか、あとは、内装のですね、匂いがするエアパフュームパッケージですとか、あとはですね、ブルメスターの、サラウンドシステム、そして、後でご説明させていただきます後ろの、トランクですね、こちらが、ハンズフリートランクという形で、この、セットになっているオプション装備でございます。非常に価値が高いです。はい、でこちら、C63、普通のメルセデスベンツの C クラスではなくて63でございますので、パワートレインはですね、4リッターの V8 ターボエンジン、馬力の方が467馬力ということでですね、非常にスポーティーな走りに特化した作りになっているお車になっています。運転非常にですね、楽しめるお車ですね。はい、ではお車横からですね、ご紹介のをさせていただきますけども、まあ、こちらですね、先ほどご説明させていただきました V8 のターボエンジン搭載のこちらエンブレムですね。そして大型のサンルーフもしっかりついております。状態面は本当に非常に綺麗ですね。外装の方すごくまだ塗装面ツヤも残っております。そしてこのままじゃあ後ろの方ですね、行かせていただいて、先ほど説明させていただきましたこの、ハンズフリーのトランクなんですけども、足元ですね、お荷物を持っている状態で、足をこういうふうにやりますと、今ちょっと閉まっちゃいますね、これでもう一回やると開きますね。はい、で閉めるときは、こちらボタン、オートトランクのボタンか、もう一度ですね、これでグッとやると閉まると。はい、こちら非常に便利な装備ですね。はい、そしてじゃあ内装面ですね、ご説明の方させていただきます。こちらが、フロントの座席、シートがですね、やはり AMG の C63 ですのでスポーツシートになってます。ランバー部分がですね、せり出した、スポーツタイプのシートですね。体に非常にフィットする、タイプのシートです。そしてじゃあ後部座席の方ですね、まあ、他の E クラスですとか S クラスに比べるとやはり若干シートのスペースは小さいんですが、十分ですね、足元のレッグスペース非常に広く確保されていますね。こちら先代の C クラスよりも、若干後ろの居住スペース上がっております。はい、でまあ、もちろん状態面全く問題ございません。ステアリングの擦れなどございませんし、シートもですね、すごく綺麗な状態ですね。はい、ではですね、内装の方に移ってまいりました。まずエンジンをかけます。はい、 AMG らしいですね、4リッターの V8 の音ですね。ちょっとアクセル踏んでみますね。あー、おー、すごいですね。いやー、すごくいい音します。もう V8 の音です。これ走ってて絶対に楽しいと思いますね、この車は。新しい C クラスですね。インテリアパネルの部分ですとかコンソールの部分、綺麗にまとまりました。ナビも、しっかり大型のものついておりまして、こちらですね、操作はこちらのタッチパネルでするような形ですね。でステアリングの、このグリップの部分もですね、すごいスポーツカーらしいですね、作りになっております。パドルシフトもついております。そしてシートヒーターももちろんついておりまして、先ほどご説明させていただいたエクスクルーシブパッケージの専用装備としてブルメスターのサラウンドシステム、そしてですね、このグローボックスの中エアパフュームパッケージの装備の方入ってますね。はい、ということでこちら AMG C63 セダンでございましたが、登録がですね、2015年の12月登録のお車でございますので、まだまだたっぷりですね、メルセデスケアの、新車保証も残っております。ご納車の際はご納車前にですね、こちらからベンツのディーラーの方に一度入庫させていただいて、保証の継承を行ってからのお渡しになりますので、ご納車後も安心でございます。
オプションがですねしっかり、装備されて、なおかつ状態面非常に良好な、C63 セダンでございますので、皆様お問い合わせの方お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。